この曲で、あの歌詞とか曲はすぐできたんですけど、全然タイトルができなくてですね、あのミクシーね、あの前向さんにタイトルつけてってね、頼んでつけていただきました。君への発声、新曲です。初めてやりました。ありがとうございます。次の曲なんですけど、これも新曲です。というか、今日新曲ばっかしします。だから、間違っても誰もわからないですもんね。次の曲は、あの、このタイトルは自分がつけたんですけど、なんかダサいとか言われてますけど、卒業証書っていうね、曲なんですけれども。あの、え、それ私つけたで。あ、そうやったっけ。さっきのが自分でつけたんちゃう。違うよ。ほんま。あ、そうかな。せやで、決定で。あ、そうか。あ、卒業証書つけてございました。ダサいとか言うなよ。ですね、この曲のイメージはですね、あのタイムマシンに乗っていただいてですね、ずっと過去の高校生です。なんかこう高校3年生で卒業証書っていう意味ですかね、あの1ヶ月前のふさわしい曲で、多分次からもうあんまじゃないかなとか思ってるんですけど、とりあえず作ったから歌っとけみたいな、ね、あの感じであの作りました。あの3年間すごい好きな人になかなか告白できなくて、どうしようかどうしようかっていう、そういう自分を何かこうね、卒業っていうキーワードとともになんか乗り越えていくようなあのテーマで作りました。聴いてください。